知事交換の庭宮城県知事交換は仙台市青葉区にある宮城県所有の品格接遇施設である。知事交換の正門仙台市都心部の北西、広瀬川中流のくるみ淵に面した佐賀の仙台、中町団急面にある。半世紀、広瀬川佐賀の仙台中町団急と仙台下町団急との間の団急がけがけ上には対岸の仙台城を囲むように、 上級家臣の邸宅が延々と連なっていたが、当館もその一部に立つ。現在の高館の建物は1921年に建てられたもので、外観は青色瓦、フランス式、マンサード屋根の洋館となっている。洋室二つ、和室、休憩室、寄品室などがある。正門は、霧妻作りで本家わらぶの四つ足門。大正時代に、 仙台城にあった門を移築したものと伝えられる、宮城県指定有形文化財。江戸時代の1695年、広瀬川に折り橋が架けられると、北二番町西端から折境北詰めに降りる新坂が整備され、伊達家の家臣、田村健一がこの地に屋敷を賜った。明治維新後の1868年、後に仙台市長となる山田貴一が購入し、 米国バプテスト同盟の女性宣教師が設立した塾として、太陽、さらに仙台英寿病院長邸宅を経て、大正時代、陸軍第二師団長官社となる。終戦後は、新中軍に接収され、東北地方司令官官社となる。1958年に、東北財務局に返還されると、宮城県に譲渡され、県の児童会館となる。1965年に、 自動館が向かい山に移ったため知事公館に転用され宮城県を訪問した諸外国の代行し皇族など品格を接遇する施設として利用されている。一般公開も行われているほか、結婚式などイベントにも貸し出しされている。ありがとうございます。